はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、LINE ポイント20ポイントもらえるかも、コカ・コーラを買ってアイスブレイクチャレンジをやってみたということで、今回ですね、コカ・コーラが面白いキャンペーンをやってるので、そちらについてお伝えしていこうと思います。ということで、早速概要からなんですけども、アイスブレイクチャレンジ、1日1回ゲームに挑戦すると、氷のコカ・コーラボトルや LINE ポイントが当たるということですね。で、今回のこちらの参加方法は、1、カメラでラベルや缶にある QR コードを読み取る。2、枠の中にパッケージや缶が見えるように写真を撮る。3、画面をタップして氷を割る。ボトルや缶を冷やすと道具が変わるということですね。で、4、氷を割ったら商品が当たるということで、氷のコカ・コーラボトルもしくはラインポイントが当たるということになってます。で、対象商品に関してはこちらですね。普段のコカ・コーラのラベルに氷のラベルがついていることが目印です。で、応募期間に関しては2019年の6月の17日から12月の31日までなので、まあ夏だけのキャンペーンかと思いきや結構長めなんですよね。簡単な説明は以上で、早速やってみましたので実写の映像をどうぞ。ということで、実写の動画でした。見事にですね、LINE ポイントが20ポイントゲットすることができまして、で、この LINE ポイントはその場ですぐにもらえます。で、ちなみに今回の当たる商品というのはこんな感じなんですよね。まあ、当たり1っていうのが、氷のコカ・コーラボトルが2本セットで1000名様ということ。で、当たり2っていうのが、LINE ポイント20ポイントが50万名様ということですね。まあ、そして外れてもカメラのフィルターがあるということなんですけども、まだあまりこのキャンペーンって浸透がしてないので、まあ僕も今回やって当たったっていうのがあったので、まあぜひですね、やってみるのもいいのかなと思います。なので、まあ今回はですね、このアイスブレイクチャレンジについてのご紹介でしたので、まあもっとですね、気温が暑くなる季節がやってくると思うので、まあコーラが好きな方がいましたら、ぜひ、試してみるのもいいのではないのかなと思います。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。